20年半ば、これ読んだやつですね。すいません。アラサー女性エステリラックサロンの個人事業の主をしています。この事業は世界の AI 化が進んでも残ると言われていますが、どう思いますかいいえ,え。また今後の生き残りや自分の技術不のために新旧アンマの国家資格を取得しようと思いますが、どう思いますか今は子育てもあり進学できるのは40過ぎですが、若い時の勉強と効率は違うと思いますが、40からの効率の良い勉強方法はありますかえっと、金があるので、あの問題集開幕って、 自分が不得意なところだけやるっていう方が効率いいと思います。で、あの、AI 化でいくと、えっ、ー、と、その、多分 AI 化というか、あの、ある程度その機械が何とかしちゃう増えちゃうと思うんですよね。あの、マッサージをする、なんかあの、マッサージチェアみたいなのって売ってるじゃないですか。で、多分、あの、もうちょっと頑張ると、下手なマッサージやる人より、マッサージチェアの方が、 気持ちいいマッサージをするよねっていう機会が時間の問題で出てくると思うんですよね。今,その,今のマッサージチェアってあの、ほとんどコンピューターというかあのその、えー、とソフトウェアを使ってなくて機械の構造で何とかしちゃってるんですよね。でもそうじゃなくて、あのこの体重の人でこう押した時にこういう反応が返ってくるって。要はその気持ちいい時って人ってこういう反応が来るよねとかっていうその人間の反応までちゃんとセンサーでつかみ取ってるマッサージやってまだ僕聞いたことないんですよ。 なので結果として、この体重、この身長の人だったらこう押せばいいんだろうみたいなのもなんとなくやってるだけなんですけど、そうじゃなくて人それぞれにちゃんと合わせて力も加えるとか、で、こういう筋肉ついてるタイプの人はここを押すといいとか、で、あの、ここは硬いから押してみたら、でもこの人の反応的にはこう押さない方がいいとかみたいなのをちゃんとソフトウェアを使ってやるっていうのは多分時間の問題でマッサージチェアみたいなできると思うんですよね。で、その後それがじゃあマッサージ業界に来てってなるので、なので、よほどの上手い人であれば全然いいと思うんですけど、そうじゃないところはなんか結構バタバタ潰れてくっていうのは時間の なななんじゃいいかなと思いますけどもあとあのそもそもあ、うん、あののまあ、の肉体労働をする人ほど割とマッサージに行く必要が出てくるんですけど肉体労働自体が少なくなると思うんですよね。